今年のノーベル文学賞の受賞者が発表されました今年のノーベル文学賞にノルウェーの劇作家ヨン・フォッセさんが選ばれましたヨン・フォッセさんが作る演劇は独特の抑揚と演技の間が特徴的で作品は多くの国で上演されています日本でも代表作誰か来るや名前などの作品が上演されてきました世界的に評価されているヨン・フォッセさんは イギリスのブックメーカーによるノーベル文学賞の受賞者予想で今年も上位につけていました。